リンダリンダ、トレイントレインといえば伝説のパンクロックバンドブルーハーツの名曲ですよね。1980年代に日本のハードコアパンクシーンで活躍し、アングラで絶大な支持を集めました。1988年11月23日にリリースされたザ・ブルーハーツのサードアルバムトレイントレイン、表題曲をはじめ、ラブレター、青空といったヒット曲も収録されていました。言うまでもなく、ブルハの歴史を語る上で欠かすことのできない名盤なわけですが、実はその中の一曲に僕の右手という楽曲があります。この楽曲なのですが、当初ファンクラブの解放などで発表された時のタイトルは、本当は僕の右手を知りませんか、だったそうなのです。確かに曲の歌い出しは僕の右手を知りませんかとなってますよね。ちなみにこの曲はシングルカットされていません。ではなぜそんな曲のことを書くのかというと、その曲にはとある一人の伝説のパンカーが深く関わっているからなのです。その伝説の人物とは一体誰なのでしょうか。その人物とはグールというハードコアパンクバンドのフロントマンで、片手のパンクスと呼ばれていたマサミという男でした。一体どんな人物だったのでしょうか。気になったので調べてみました。マサミこと細谷マサミさん、1957年8月29日生まれで、千葉県出身のロックボーカリスト。小学校1年生の時にダイナマイト遊びをしていた際に暴発して右手首から先を失い、義手での生活を余儀なくされたそうです。図らずしも背負うことになったハンディキャップを憂うのではなく、むしろ反骨エネルギーに変換してロックンロールな生き方を貫いたのだとか。そんなマサミさんが26歳の時に結成したのがグールというグループ。他のバンドでもボーカルをされていたそうです。80年代のアングラでカリスマ的支持を集めたマサミさん、ボーイとも交流が深かったといいます。言ってみればみんなから恐れられながらも愛される人だったんですね。そんなマサミさんはかなり破天荒で武闘派な性格だったらしく、その尖りっぷりを示すこんなエピソードがあったそう。それはあるツアーの移動中のこと。サービスエリアに立ち寄り、車を降りて休憩所へ向かう際に、進行方向には暴走族の集団がずらり、頭数はバイクの台数にして30から50台ほど。ごく普通の一般市民であれば、どんなに面倒くさくても迂回するような状況でしたが、マサミさんはその時、関係ねえよと吐き捨てるや、ビビり倒している他のバンドメンバーを尻目に、スタスタとその集団のど真ん中をかっ歩していったのだとか。いつ暴走族が襲いかかってきてもおかしくない雰囲気でしたが、なんとマサミさんの進路に合わせて暴走族の連中はあたかもモーゼの十戒のようにさーっとその進路を開けたのだとか。喧嘩上等の不良連中にして、そのただならぬ時だけで退散させるなんて、この男手だものではありません。ですがそんな男にまさかの出来事が。僕の右手がリリースされた翌年にあたる1989年のこと、マサミさんはステージでパフォーマンス中に突然倒れ、昏睡状態に陥ってしまったのです。結局それから目を覚ますことなく、なんと3年後の1992年9月に肺炎を併発して亡くなりました。享年35歳の若さでした。マサミさんの訃報を受けて、新宿アンチノックでは5日間にわたり追悼ライブが開催されたのですが、なんと
これに甲本ヒロトが出演し、僕の右手を涙でぐしゃぐしゃになりながら熱唱したそうなのです。その際の甲本さんのメッセージは、死んだ奴のために歌う歌なんかない、あるとすればここに来てるみんなのための歌だ、だけどこれだけの人を集められるのは正美だけだろう、美談にはしたくないけど最後にめちゃくちゃいいやつだったと言っておこう。感傷じゃないよ、正直な気持ちだって、生きてる時からそう思ってたんだもん。やばい、染みますね。今は亡き片腕のパンカー正美さんへ捧げられた僕の右手、そこに書かれた歌詞には、僕の右手を知りませんか、行方不明になりましたという出だしの歌詞や、見たこともないようなマイクロフォンの握り方で、聞いたこともないような歌い方するよという楽曲終盤の一節は、紛れもなく正美さんのことを歌っていると言っていいでしょう。この歌の中には、人間はみんな弱いけど夢は必ず叶うんだ、瞳の奥に眠りかけたくじけない心、今日も明日も明後日も何かを探すでしょうなど、万人が共感できるメッセージが刻まれています。足りない何かを求めて一心不乱にひたすら打ち込む心の大切さ、それはすなわち片手のパンカー正美さんが体現した生き様を、甲本ヒロトさんは僕の右手という楽曲で表現したかったのかもしれません。この歌は伝説であり伝説ではなく、これからもずっと彼の熱い心がみんなの心の中で生き続けるために生まれてきたのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は表裏一体というか、表の星が甲本ヒロトで、裏の星が正美ではなかったのか。二人の深い心の絆を感じずにはいられませんでした。ではまた次回お会いしましょう。